皆さん、こんにちは。今回は新しく MacOS で使用できるようになった ChatGPT のアプリについて分かりやすく解説していきます。それではご覧ください。こちらが今回の目次です。始め方。前提として2024年5月現在は有料の GPT で Mac ユーザーのみに開放されている機能です。まずは、ブラウザの GPT の画面で自分のアイコンをクリックしてください。すると、出てきたメニューに、ダウンロードザ、MacOS アップという項目があるので、選択してください。すると、アプリをインストールするための DMG ファイルを取得できるので、クリックで実行してください。すると、アプリがインストールできるので、このウィンドウのアプリアイコンをドラッグして、アプリケーションフォルダに入れてください。アプリを実行しようとすると、このウィンドウが出ると思いますので、開く、押してください。すると、まずログイン画面が出るので、任意の方法でログインしてください。ログインが完了すると、このようなチャット用ウィンドウが出てくるので、これで準備完了です。ランチャー。まず先に、ランチャー、ご紹介します。この機能で、どの画面にいても GPT と会話できます。ショートカットのオプションとスペースを押すと、このような入力欄が現れ、テキスト入力やファイルのアップなどをしてエンターを押すと、このように会話を開始することができます。ただ、ランチャーを使用すると、毎回新規の会話になりますのでご注意ください。それでは、基本操作のご説明です。表示設定、基本的にはチャットウィンドウで会話しますが、画面端をドラッグすることで大きさの変更や移動が可能です。また、常にチャットウィンドウを表示していたい場合、画面上の GPT のアイコンをクリックして、チャット GPT を常に手前に表示、にチェックを入れると、このように奥のウィンドウで操作中でも GPT は手前に表示され続けます。GPTs の選択、チャットウィンドウ上の名前部分をクリックすると、使用可能な GPT が表示され、クリックすると使用開始できます。ちなみに、新規のチャットは、右上のアイコンをクリックすると可能で、使用中の GPTs のまま、新しい会話が可能です。音声、画像、ファイル入力。音声入力は右下のマイクアイコンから可能で、音声で会話する場合は、ヘッドフォンアイコンから始めることができます。この丸を長押しすると、その間はこちらの音声入力が可能です。左下のクリップアイコンを押すと、ファイルや画像をアップロードできます。撮影、スクリーンショットを入力。ここからがアプリ版の特筆事項で、まずはじめに写真を撮影できます。右下のクリップから写真を撮影する、押すと撮影モードになり、パソコンのカメラで撮影したものがそのままインプットになります。そしてもう一つがスクリーンショット機能です。この機能は初回起動時だけ、ご覧のように設定してアプリを再起動してください。こちらも左下のメニューにあり、項目をマウスオーバーすると、現在、パソコンで使用中のウィンドウが選択肢に出てきて、クリックすると、そのウィンドウを撮影し、即時、インプットとして反映されます。これは、使える機能ですね。以上が、パソコン用 GPT アプリの解説でした。ざっと見た感じ、GPT とリアルタイムで画面を確認しながらの作業はまだできないみたいです。とはいえ、現状でも非常に効率的になりましたので、皆様もぜひ使用してみてください。本日もご視聴いただき、ありがとうございます。